ここで琉球アスリーダーチャン・カズヒロ監督にインタビューを行っていきます。ホーム開幕2連勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずさっき僕怒ってないからね、怒りながらアドバイスとか怒ってないからね今日の、チーム各選手のプレーというのはいかがでしたでしょうか。大勢は負けたんですけど、すごくいい、いい試合でしたので、はい、次ちゃんと今の経験をちゃんと生かしていけるかなと思います。他の選手はすごく、いいプレーで、はい、カツがある、そのいい感じでやってきてるから、そして先ほどインタビューを行いましたキャプテンアリノフ選手のプレーについて、こちらも聞かせてもらっていいですか。はい、強いです。強い、はい、強いです。最初出足の1セットはちょっと思う通りにいかなかったんですけど、修正して、修正力あるキャプテンってやっぱりいいかなと思います。はい、そして今日昨日に続き張本選手が世界最高レベルの戦いを見せてくれました。そちらについてもお答えいただきたいと思います。そうですね、僕話すより多分友和読んだ方がいいかなと思いますんで。あ、まさかのサプライズで張本選手来てもらえるんでしょうか。友和話する前に、はい、正直昨日友和のあとコメントってなかなか難しくて完璧すぎて、今度もしヒロインタビューあったら僕先に話します。はい、以上です。はい、交代します。はい、チャン・カズヒロ監督でした。Go!